東京神社は和歌山県田辺市にある神社。陶器上の宗教法人名称は東京神社。東取神社や東京神社などとも表記される。旧称は田辺宮、新熊野、新熊野慶應大権現。通称権現山。旧社格は県社で、現在は神社本庁の別表神社。陰陽天皇8年9月、熊野権現を誕生し、 田辺宮と称したのに始まる。白川法王の時代には新たに、熊野三所権限を誕生した。平安時代末期の熊野別当、深し会の時にさらに、天照テラ大見萌え十一神を誕生して新熊野権限と称し、深し会のこの深し像が、田辺別当となった。武蔵坊弁慶は、深し像のこと伝えられ、その子孫を名乗る大福院から寄進された。 弁慶の産湯の釜が当社に残る。田辺は熊野街道の大辺ジ、中辺地の分岐点であることから、皇族や貴族の熊野参りの際は当社に賛同し、新願成就を祈願した。熊野三山のすべての祭神を祀る熊野の別宮的な存在であり、当社に参詣して三山を妖拝して、山中の熊野まで行かずに引き返す人々もいた。平家物語などによれば、 自称、樹衛の乱の時、深志蔵は、シャチの鳥を紅白二色に分けて戦わせ、白の鶏が勝ったことから源氏に味方することを決め、熊野水軍を率いて、壇の裏へ出陣したという。このことから、東京権限や、新熊野慶豪大権限と呼ばれるようになったが、明治の神仏分離の際に、東京神社を正式な社名とした。年に、豪社 1873年に孫社、1881年2月には剣社となっている。1971年7月に神社本庁の別表神社に可列されている。2016年10月23日、第40回世界遺産委員会継続会議において、世界文化遺産、紀伊産地の霊場と産経堂に追加登録された。なお、プロ野球の独立リーグ、 ベースボールファーストリーグに2017年より加盟した和歌山ファイティングバーズはこの神社が名の由来である。現存する社殿は近世の再建にかかる六棟が揃って依存するもので、カリアン山を背に北面して立ち、東より西へ西戸の本殿、上戸の中殿、下殿、800万殿の六棟が横一列に並ぶ。年代は、本殿は文元年、 上殿は推定で、江戸時代前期、西殿は原文2年、他三棟は延教5年である。本殿と上殿は一軒者春日作りかつ奥行き2軒とする、いわゆる熊野作りである。構成や配置、各建物の形式は、熊野三山の社殿と類似しており、熊野との強い関係性を示す。本殿と上殿は、田辺地方における数少ない17世紀中期以前に、 遡る貴重な神社建築例である。各党ともに細部には地域的特色を備え、近世における当地方の神社建築の展開を考える上でも貴重な意向とされる。これらの社殿は国の重要文化財に指定されている。社殿は6棟あり、それぞれ以下の神を祀る。ありがとうございます。